西条ことノアユシシャク不妻定は1925年に南仏イエールに建てられたヨーロッパ発の近代建築の一つロベールマレイコールステバンス設計1975年にフランス国定歴史的建築物に登録された西条の秘密は1929年に制作されたマンレイ監督のモノクロム製映画二人の旅人がパリを出発して 地中海に面した、西条を訪れるという筋書き。27分間という尺長は、マンレイが制作した映画フィルムの中で最長である。出演者は出資者のノアユシシャク夫妻とその親しい、友人であったマンレイとジャック・アンド・レボア・ファール、作曲家のジョルジオ・リク、ボモン・ハクシャク。出演者は全員、絹のストッキングをかぶり、顔立ちや、 表情の一切が半然としないような演出がなされている。この演出について、マンレイは大きなサイコロと小さなサイコロを一組ずつ、そして絹のストッキングが六組、私はそれらをこの作品のすべての登場人物に被らせ、神秘性と匿名性を作り出そうとした。と述べている。サイコロ城を訪れる旅人の車から見える古い白子とイエール城は、 地中海を見下ろすカステウの丘の上に建てられた中世の山城である。イエール城司は1926年にフランス国定歴史的建築物に登録された。冒頭でマンレイ及びジャック・アンド・レボ・アファールからノアイ・ユッシャク夫人へ謝辞が捧げられる。ノアイ・ユッシャク夫人に捧ぐ。かの人の親切と魅力のほどは私がこの映画を捧げてもなお足りないほどである。 二人の旅人がいかにしてサンベルナールにたどり着いたか。彼らが今は現代の城が建つ山の上の古城跡で何を見たか。二人の旅人、マン・レイ・ J ・ A ・ボイ・ホード映画はパリの夜のカフェで薄い布のマスクをかぶった二人の男が二つのサイコロを振っているシーンから始まる。二人は自分たちの行動をサイコロの出目に応じて決める。 サイコロを投げることは決して機械を無駄にしない。手は、マネキンの手であり、彼らの顔はマスクで凹凸が見えない。サイコロを投げる前に、二人の目的地である、現代の城と古代の城が丘の上に姿を見せる、カットが入る。行くか行かないか行こう。二人の旅が始まる。カフェを車で出発、フランスの田舎町を走り抜け、イエールの町に到着。丘を登って、 モダンな邸宅に着くが無人である。カメラが捉える調度品の各要素は様々な空間的関係とテクスチャを示す。その中にはパブロ・ピカソやジョアン・ミロの彫刻作品もあり、さらにはユニークなビラのアイユの立体派の庭も映る。しばらくした後、4人の侵入者が現れる。彼らは順番にサイコロを振り、その出目に自分の運命を任せる。 投げ終わると彼らは、帝内のスイミングプールへ行き、そこで潜水したり、機械体操をしたりする。他にも、女性が水中で軽技をして見せたり、ゴム製のボールで体操をしたりする。役者らは、帝内という、限られた空間の中で動き回り、最後にはスクリーンからフェードしながら会いなくなる。さらに、邸宅の外部を映すショットになり、二人の旅行者が到着する。 二人は庭に入って気まぐれに遊び出す。彼らはここに泊まることとし、映画は不意に幕を下ろす。原フィルムは無声である。近年の複製品は、エリック・サティのジムのペリクミ曲の録音など、当時のマンレイの個人的なレコードコレクションの中から、選ばれた音楽が付けられている。音楽家のジャック・ギローが、音楽の再構築を担当している。本映画は、 フィルムキュレーターのジャンミシェル・ブー,ウール式のもと、フランス国立現代美術博物館がリストアした。ナイトレートフィルムのリストアは、サービスでアーカイブスジュフィルムボイス・ディ・アーシが行い、ディディエ・クドレが映像編集を行った。ありがとうございます。